はい、はい、皆さんこんにちは。お昼の学びの時間です。神カウンセリングアカデミー、えっと神のお告げ動画っていう名前にしました。どう？今日暑いですよね？お金持ちはい嘘です。はい。お金と食べ物で遊んではいけません。はい、ということでですね。今日のお昼の動画になるんですけども、今日はですね。 えっとお客様ともう出会った時から超仲良しみたいな状況を作る方法をお伝えしていきたいと思いますえ会ったことないのにそんなにうまくいくわけないじゃんって思うじゃないですかでもあの遠藤の場合ですね結構それが多くて。 まあそれができるのがですね、あの私おすすめなのが、フェイスブックとか、えー、ブログとかですね、をまあ活用する。まあインスタグラムでもいいのかな、ツイッターでもいいのかな。ああ動画でももちろんいいし、YouTube とかでは全然いいんですけど、あのー、私ですね、ちょっと前に、ちょっと前、去年かな去年かなうん。 にも、えっともと持ってるんですけどニューヨークスタイルヨガってやつを取りたくって行ったんですけど最初あのヨガをね動画いいなって思うのをパチパチって見つけて毎日家で練習してたんですよほんと毎日。であの私結構でですね一途なので で後半なのででななんんあまり裏切らないんですよこの人の動画見るって決めたらもうずーっとその人の動画をもうバカじゃないのっていうぐらいずっと見てるんですよ。朝起きてその人の動画見て昼ご飯食べながら見て施術の間に見て夜寝る前に見てみたいなずっと見てたりとかしてであのー、まあ、その先生はヨガ動画をねあの毎日配信している毎日じゃないんだけど配信してたやつを取りだめてたやつを毎日見て全部覚えるぐらい見たんですよ。 でとある時に、あのー、このニューヨークスタイルヨガってやつを教えますよ講座が始まりましたって言うからあのー、一途なんですね。そうあの始まりますっていうか「あすごいやった!」と思ってラッキーと思ってすぐお申し込みっていう感じにしたんですけどもで初めてねその先生に会うのは実際初めてじゃないですか。だけど もういつも私にとっては毎日ここにね画面にいた先生とついに会えるみたいなワクワク感というかあ,のあって会ったのはもちろん初めてなんですけどもかりますだからなんだろう本当に全く知らない人の講座とかヨガ教室とかに、まあ、エステもそうですけど行くのって正直ね 私はハードルは高いいと思います、うん、だってその人のお店って一体どういう感じのお店なのかなっていうこともわからないしどんなキャラクターなのかなとかもありませんなんか行って会わなかったら「やべえでも帰ります」って言えないしみたいなことってあると思うんでしょ だからそれを知るために多分普通にねあのエステだったら茅、うん、ヶ崎エステとかで調べて、まあ、普通はね上の方にベベベベベって来てる順番から見ていくと思うんですけどその中にブログがあったりフェイスブックがあったりとかしたらそれを見るわけですよもちろんホームページもあるけどね。で見てみて「うんなんかこの人一生懸命やってそう」とか。あの 私みたいにすごいマニアックな人はその人をずっと見てめっちゃ研究して絶対この人って決めてもう札束持って買いますって行くタイプの人もいるんですよ。<laughs> まあいろいろあるんですけどもどちらにしてもあの何、ー、でしょうお客様に初めて会った感じゃない感覚を、えー、持たせてあげるってすごく大事なんですよ。うん、でねこれもうちょっと分かりやすく言うと。 あの皆さん電車乗ることあります電車でもバスでもいいやうんあコンビニとかでもいいやで普段自分がねよく使うところ電車が一番分かりやすいんで電車でお話するんですけどいつもね朝出勤とかする、うん、出勤まあ会社行く時とかに電車に乗ったりとか高校の時とかしてたわけじゃないですかでその時にだいたい車両って決まってません自分の乗る車両私すごい決まってるんですよ で車両に乗ってでああの人今日も「いいいるみたいな人いな人かったでですかで翌日もああの人今日もいる」あ「ああの人今日もいる」っていうのが何回も何回も重なっていくとこれってあの気になってくるんですよ。あ逆に「あの人今日いない?」とかね「どうしたんだろう?」みたいな。 のとか、あの持ち物が気になってきたりとか、いたでしょう、なおみさん。そう、いたんですよ。それっていうのが、まあ単純接触効果って言うんですけども、何回も何回もあってることで親近感が湧いて気になってくるっていう現象が起こるんですね。 全く初めて会った人って電車で初めて会った人って正直何も覚えてないけども、まあ、10回も20回も別に喋んなくてもいいんですよチラッと見かけたとかこの人いつもこの車両に乗ってな多分、えー、と隣の隣の駅で降りるなとかなんとなく分かってくるじゃないですかえ、ね、これ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 が一応単純接触効果っていうものがあるので何回もその人の前に出てきてあげるってことですねがすごく大事だと思いますそののためにあのー なんでしょうね、まあいろんな方法はありますけど Facebook とかっていうのは投稿したら「あまたこの人書いてるな」とかねブログもそうですし「あもう t e r Instagram なんかお手軽じゃないですか」ね。でペペってやったら「この人のまたなんかやってるな」って思ったら「あっこの人の動画素敵だなと」とこの人の写真素敵だなな一体どんな人なんだろうって見てたりとかすることないですかだからこういうのを、えー、と上手に使ってっていう言い方なんですけど初めて会って 人のところに初めて、うん、会ったことない人のところに行くっていう状況を作るよりは何回か会った感じにして、えー、とお店に問い合わせしやすいとか、えー、と <laughs> 来てもらいやすくするもしくは来た時に、あのー、何でしょう リラックスした状態で来てもらった方がいいわけです。お客さんもガッチガチで、もうカウンセリングなのになんか全然喋ってくれないみたいな状況にもならなくて済むからすごい楽なんですよ。私は知らないですよ。こっちは知らないんだけども、向こうが知ってるっていうだけでこっちもあの安心できるんですね。だこれはある意味お客さんのためであり自分のためでもあります。なのであのぜひこんな方法を使って見るのはいいんじゃないかなと。 思いますだってさみんなもさ私が最近動画流し始めてさ何回か見てたらさあのじゃあこの人の他の動画も見てみようとか思ってくれたでしょということです。ね。なので、えー、とちょっとですねあまめにやってあげるのが一番いいかなと思いますので私は結構まめにやる方なんですけどまあ、苦手であってもあのまずやってみるってことですね。うん あの全くやらないよりやった方がいいとは私は思いますじゃないと意味ないので、えー、ぜひ始めてみてはいかがでしょうかと思っておりますでやっぱりですねあの皆さんねあのねこの動画ねめっちゃ人気ですごいやつだとね5,000ビューとかあるんですよ、ね、何回か見てくれてる方もいると思うんですけどそしたらねコメントめっちゃ入れてもらって大丈夫です あの初めて見ましたでもいいしあのちょっと楽しみにしてますとかでも嬉しいのでえー、あ,ありがとうすごいねありがとうございますいっぱい入れてくれると遠藤とても嬉しいですであの本当にねネタ尽きてくるんですよ私にも限界があるんでだからあの良ければこういう話聞きたいですとか言,れ言ってもらうと私もやりやすくなるのでえー、っとここは皆様と私の協力ですねで他の人はあの なんだろう聞きたいけど言えないみたいな人もいるのであの言ってみてくださいこういう時ってどうしてますかとかどうなんですかとか分かる範囲でだよ分かる範囲でお伝えしていきます。でやっぱりあのー、例えば自分が思ってることって意外とみんなもね分かんなかったりとかするのでこんな質問投げたらどうなのかなみたいなのじゃないので大丈夫です。そして、えー、とメルマガがですね もうじき25日過ぎでもシステムのやり方がちょっと分かんないからもうちょっと時間かかっちゃうかもしれないんですけども間違いなく3月までにはあの出していこうと思いますので LINE、えー、ア,アットにご登録いただくと,、えー、とセミナーとかですね、えー、交流会であったりとか、えー、こういうの始まるよっていうのが先行案内です。 要は遠藤のセミナーに来たいなと思ってるんだけど一般枠だともう席ギリギリですないかもっていう前にご案内ができるのでまあ席確保ですねできちゃったりとかするよっていうぐらい早い段階でお伝えはできるので、えー、と先行案内登録ということで LINE アットめっちゃおすすめしてます。 私結構あのね、連絡まめなので、ちゃんと直接お返事返したりとかしますので、えー、登録してもらえるとよろしいかなと思います。登録先は、えっ、ー、と、私の、このね、動画の下のコメントのところに、ここに登録してねっていうのを書いておくので、ありがとう、いっぱいいねして。<laughs> ので、えっ、ー、と、ご登録いただければと思います。そして、1個、ご報告ですね。えっ、ー、と、3月13日の6時30分から、 えっと、美容交流会っていうのをやります。で,東京の渋谷なんですよでそこで何をやるのかなっていうとまあみんながねわーって集まるのもいいんですけどもせっかくだからあんまりねかっちりやらないです。 あのみんなの楽しいねっていう雰囲気を大事にしたいのとあとはこれからその美容業始めたい人とか今やってるんだけどもうちょっとステップアップしたいよみたいな方にはすごくおすすめになってるので何でしょうね、まあ、プチなんでそんなにねめっちゃ期待しちゃいけないんですけど、えー、来てもらえると嬉しいかなと思います限定の人数になってますのでお申し込みはお早めにそしてさっき言った LINE アットに登録してもらったりとかするとえっ、ー、と プレゼント出ますのでお休みにご案内できたりとかとかしますね、まあ、交流会はそのままのお費用にはなっちゃうんですけどセミナーとか初回だと安くなりますごっつりしかもごっつりありがとうのプレゼントなのでということで今日のお昼のお話はここまでになりますで夜がですね私また東京行っちゃうんですよ で多分9時までセミナーがあるのでえー、っと9時以降かなうんもしくはお店に帰ってきてからなんですごく遅くなっちゃうかもしれないんですけども、えー、タイムラインの方で何時ぐらいに撮れるかなって分かったら報告するかなちょっと読めませんすいませんでも夜も配信しますのでお楽しみにしててください何本か動画を撮ってるのでなんか いろいろ見てみると勉強になるかなと思います。一個だけでももちろんいいんですけど。で、あのね、コメントください。嬉しいんで返すんで。ということで、今日でえ、今日じゃない、お昼の動画はおしまいになります。おっと、午後も頑張ってお仕事をしていきましょう。では、また夜お会いしましょう。See you! End でした。またね。